皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も赤狼遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この道場にてボスキャラサセジンスケを撃破したところ、で今日はさらに1個上のボス源一郎に挑んでいきましょう。でね、源一郎さん裏でね 4,5 回かなちょっとまあ練習したんですけど、あのね完全に慣れてしまいました。なんでまず一旦初戦はね、エキシビションという感じで解説しながら戦っていきます。結構ね慣れるの早いと思う。行動パターン早いんで逆にねやりやすい。でねこのボス本当にね音ゲーとかねリズムゲームそういった感じですね。本当にそういった感じ。さあまずはムービーシーン。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬようだ。さあ開幕、まず弓打ってからコロコロしていきます。でコロコロペン、そうでこのね画面端の方に追い込んでいく。これ月、月もしくは下段の2択で73で月かな。でジャンプ、そうあれね、ジャンプ狩りできます。距離詰めてでこういうところ、ここね一番おいしい。ゴリ押しできる。ガードして月、簡単でしょ。でたまに下段きます。ペンペン、これ7連、これね結構危ないやつで蹴って再びこう画面奥に持っていく。でガードして突き、これでもう1本目ですね。ノーダメージ。この子ね本当に簡単なんだ。慣れるのがね、慣れやすいっていうのかな。でこれ投げ、危ない。ペンペンガードして、これ下段ですね、危ない。で踏んづける。そうこういう感じでね、なんて言うんだろう、やりやすいんだな。音ゲーっていう感じでリズムゲーム、まさにリズム天国この子はね。来るがいい、もっとパターンを見せるがいい。これ なんだ今の、今のちょっと危なかったね。これはなんだ、下段かな。いや違うな、下段ではない。でそう距離取ると弓打ってくるんで、これがね結構危ない。引き絞ってブーンっていう、そうあれね6割ぐらいかな。ペンペン、今の弓上がり、弓モーション借りました。でガードして突き、すいません今ちょっと遅れたな。そうこういう感じでね結構やりやすいんですよ。引き絞って打ってくる、ペンペン。でガードしてるだけでこっちね体感稼げるんで、そうただ逃がしてしまうとこういう風に相手も回復していくの。なんでこうゴリ押すっていう、画面端で下段、はい、で切っていく。でこれ7連、こう逃げてきます。よしで再びこう切っていくっていう。で弓上がり、あ今のは刺さったパターン。ペン、
あれ珍しいな。弓矢ってコロコロアタックね。なかなか近距離ではやってこない。で、回復するとそう、大体撃ってくる。これが月か。危ねえ。そう、話しながらこれなんでね、結構簡単でしょ。ガードして、下段です。で、踏んづけるっていう。あ、今そう、今のうまいな。振りかぶってこう、キャンセルモーションね。格ゲーの、バーシャとかよくありますね。よし。さて、で、まあ死ぬんだけど、もうちょっとこう見せていきたいね。情報で。回復するがいい。あ、でもこれ回復してないかな、体幹。相手の。あ、ですかね。どう？これ減ってる？いや。どうなんだろう。じわじわ回復してんのか。割と遅いんだね、こういう風に。体幹いっぱい貯めると。これ知らなかった。で、すいません。あとね、流派技。これ一旦キャンセルしてます。外しております。ガードしてる最中に即座に反撃しようと思って R1を押すと、これね、誤動作するんですよ。流派技が出ちゃうの。なんで、もしこの源一郎戦ね、なかなか安定しないっていう方がいたら、この流派技ね、取っ払っちゃってください。誤動作する。今の下段か。で、そう、今回ね、手裏剣とかも使ってないでしょ。ひたすらこう、弾くだけで倒せるっていう。結構ね、簡単な子なんですよ、この子。源ちゃん。で、回復すると撃ってくる。そう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 。中距離ね。で、再びこう、近距離で、リズム天国を始める。これ投げですね。一発回復。これまずい。危ねえ。よし。そう、これね、下手に距離取るとまずいんで。で、最後、ブーン。で、蹴るなり、まあ、切るなり。好きにしろと。で、飛んでそう。弓矢。ペンペン。よし。まあなんでこう落ち着いてね、意外とこうずっとガードしていても大丈夫なんで、今の月か。丸ボタンですね。これ皆さん的にどうですか？結構簡単じゃないこの子。自分、シゲゾウの方がやばいと思うな。ああいうタイミングがよくわからない。一発が8割系の人。ペンペン。よし、さあこういう感じ。さて、真剣勝負、行きましょう。マイル。マイル。忍びを。再び間に合おう。ペンペン。ガード。溜めてこう。危ね。まず一発。まだだ。巫女の忍び。これまずいな。重いの来た。こっちの体感ちょっとまずいんだけど、まあ大丈夫ですね。見えねえ。割れるか。よし、割れた。ただもう元気。そう、この主張ね、結構ぬるいんだよな。割れても再び元気っていう。一瞬ひるんで元気で7連。でジャンプ。そう、ちょっとあの距離足りなかったね今。下段ジャンプ。よし、ジャンプ狩り。よし。さあ、こっからですね。ゲンちゃん。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ事を。されごとだと。俺はこ
このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の雷、見せてやろう。あれ多分やけどの跡か。で一発ね、回復したい。いって大丈夫、一発回復突きか。でこれ投げですね、大きくかわす。で雷返しできればしていきたい。これか、空中で受けて、そう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 、着地前に R1 に受ける必要がある。ガードしながらで基本は一緒かな、行動パターン。こいつか、よし、雷返し、ダライですね。ペンペン、これまずい、月か、危ね。よし、あ、今のはヒットしなかった。こっちに当てて欲しかった。一発回復、あれ連山か。あ、でこれ最後月来るんだ、モーション変化。よし、行ったかな。さあ、2冊でトロフィーゲット、アシナ源一郎で、このトロフィーが今 8.9%、 結構レアいね。今朝の6時15分ですね。お猫様にご飯あげてきました。よし、で戦いの記憶、アシナ源一郎。アシナ源一郎、掟で定めた復讐の相手であった。でさらにスキル習得、血縁の術、周囲に血の煙幕を生み出す忍術殺法、片代を消費する。これは死をもってなす忍びの秘術である。忍殺した者の血しぶきを血縁へと変え、辺りの敵の目から逃れることができる。その後さらに殺すかは自在である。稀な死闘は忍びを忍びたらしめる。ただ殺すのではなく糧とせよ。そう、さっきの源氏のね、巴流っていう風になってましたね。多分落雷の力を使った新たな流派かな。でさらにチュートリアル、忍殺忍術。背後から敵を忍殺した時に忍殺忍術と呼ばれる特殊な術を使うことができる。メニューから任意の一つを装備し、形を消費して発動する。敵を背後から忍殺した時に R1 ボタン、忍殺忍術。忍殺から派生するんだ。よし。で、どうなんの？セットしてみようか。あなたが、勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。で霧が晴れていた、死人帰り。そう、このタイトルのね、シャドウズ・ダイ・トゥワイス、シャドウズ・ダイ・トゥワイスか。影たちは二度死ぬ。
で、その影っていうのは主人公のことかなっていうふうに思っていたんですけど、これね、複数形なんだよね。シャドウズ。一人じゃないっていう。あいつもか。源一郎。あれも影に入るんだ。で、攻め力。アシナ源一郎は1位の生まれである。母が死んだ後、アシナに引き取られた。巴の雷と呼ぶ異端の技の使い手である。アシナ存亡の椿は、異端こそこの国を守るのだ。で、どっかに消えてしまった。まだ生きてんだね。で、攻め力4になりました。だいぶ攻めていける。これ初期値の4倍なんだけど、4倍は強くなってないわな、さすがに。よし、これでいいかな。一旦休息。休憩して。で、エマさんね。ゲンちゃんと繋がっていた。話してみよう。ようやく、主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心。私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。クロか？クロ様は開花に。行ってみよう。一心ね、まだ生きてるんだ。多分彼が上司か。そう、彼か源ちゃん、もしかそのお父さんが上司かなっていうふうに思っていました。ただ一心ね、もう病に伏せてるらしい。さあ、クロ君。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。できるのか。巫女を手伝う。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。あ、ダメなんだ。となったらこっちか。掟に従って巫女を守る。できません。あ、殺すってことか。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。手伝うのか、結局ね、不死立ち。で、それと、なんかね、彼しか使えないアイテム持っていたはず。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。アイテム、流因立ちの書。クロより授かった書物。流因を断つための術が記されている。古いもののようで、閉じ木もほつれ、紙片がところどころ抜け落ちている。流因立ち、それをなすすべをここに書き残す。源の宮のさらに神域、戦況の神なる竜の涙をいただくべし。このアシナの城に残されていた古い記録だ。戦況の神なる竜の涙。ああ。その竜の涙というものがあれば、おそらく
我が留院を断つことができる。しかし宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。これか、香炉。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の留院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。香炉か。でもう一回話しかける。いかにして調べるか。ちょっとこれ近くない？この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。奥に行くのか。ここ待ってね、アイテムないかな。とこのクリリンパあるよ。これまだやったことないです。あ、行けるんだ。え、どこ？で、ここに来んの？あの一番最初のここか。アシナの城城下。あ、これこう繋がってるんだ。マジか。え、これなんかワープしてない？どう？あ、多分これ通路があるのか。ずーっとね。なるほど。こう直で繋がってるわけじゃないんだ、多分。さて、で、それと、ちょっと待ってね、クロウくん。アイテム、どっかないかな。ん、あった。で、自鉄くず。しかし今回の波川さんね、この演技すごいですよね。こんなに渋い声出せるんだっていう。なかなか聞いたことなかった、この声は。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。あ、やっぱ夜鷹って読むんだ。自分夜鷹っていう風に読みましたね。結構惜しかった。夜鷹ね。で、これ開けるんだ。こっから呪しを辿っていく。ただ連中ね、結構強いんだよな。でですね、すいません、今回ね、ちょっと行きたいとこあんの。あの平田屋敷ですね。あそこにまだ行ってないとこありました。三重の塔で、ここのここですね、竹林坂。これね、動画のプレミア公開の最中にリスナーさんから教えてもらいました。ありがとうございます。で、一旦ここにこう登って、でね、ずっとそっちかな、川を下っていくんだ。あ、登るのか。で、登って登ってこっちで、ここですね、この竹林の奥、ここに、ね、1個アイテムあったので、こっからなんか行けるらしいんだ。あ、こっちか。これ切っていけるんだ。これ分かりにくで、連続壁切り、よし。さあ、これど、待って、ちゃ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 、危ねえ。これどこに行くの。さあ、蹴って蹴って、どこに行く。よし、着いたらしい。これ完全に初マップですね。知らなかった、こんなとこあるんだ。本作ね、結構アイテムの隠し方がうまいですね。普通にわからないとこある。ん、
こいつか、忍び。ちょっと待ってね。さあ、ここで流派座。あと、忍殺忍術。まず流派座。こっちかな、旋風斬り。あと、一文字。これ、足名流の技。どっちかっていうと、今こっちかな、旋風斬り。と、血縁の術。これ、形の6も使うんだ。結構使うね。で、こいつ、同熱への。今、それ、下段か。まずい、見えねえ。あれ蹴りか。こいつせえぞこれ。普通に死にましたね。一回まあ死のうか。こいつも忍びか。あの蹴りって何なんだろう。突き扱いなのかな。投げ技なのか。と赤の音、事情通。あれこの人前もなんなかったっけ。あ違うのか。別の人なのかな。ちょっと待ってね。あとでまとめて救っておこう。情報屋さんか。よしさ、2回目。どこにいる？そこにいた。で、こっから手裏剣、試し手裏剣。いった。来るがいい。やり合おう。こいつはね、忍殺したらもったいないわ。いや、これ結構あれですね、トリッキーだ。あー、しかもない。え、この体力で何？それか。8割、7割。あれこいつ蹴りか。これは強いんだ。足がすごいんだ。いやそれなんだそれ。で体幹もすごい、しっかりしてる。逃さん。あディレカレ、あぶね。回転蹴り一発引く。からの手裏剣蹴り。そう、ディレネ。あ、そうそう、あれ何扱いな。あれ扱いがよくわかんねえ。回避してこう。慣れてきた。一発回復。追い込める。あー今の惜しい。楽しいなこの殺し合いは。もう一発。いや強えなこいつ。よし、さて何くれんの。鉄くずか。割と普通ですね。よし、これ初回のね平手式田んぼじゃ倒せないかな。多分強すぎるこいつ一発が。でこれはその30とか。よしよし、この中に何かあると。さあ何でしょう。で、特殊アイテム。霧ガラスの羽。霧ガラスの羽を束ねたもの。アシナより北に離れた雨水の森には、正体つかめぬ猛禽が住む。中でも霧ガラスは確かにいるが捕らえたものはおらぬ。捕まえたとて羽を残して消えてしまうのだ。カラスって名前だけど猛禽なんだ。猛禽類。よし。で、多分これあれかな。身代わりの術的なやつ。ちょっと組み込んでみようか。他にこれなんもないかな。で、こっから、そこに帰っていける。下の方向ね。落ちるとこれまずいかな。多分大丈夫か。他ないね。いや、強かったな、あいつ。ずーっとここにいたのか。墓地で。で、一旦あれでら、帰っていきましょう。
よし。で、組み込んでもらう。頼む。お前さんか。何の用だ。巫女様。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。え、少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。あとね、そうそう、この義手、もともとね、この武士さんがつけていたものでした。この方左の腕がないんだよね。で、なんでないかというと、一心さんに切ってもらったと。切られたんじゃなくて、切ってもらったっていう話。で、さらにこの義手を作ったのが道元さん。今のお師匠さんね。で、こっから、義手リング。あ、こっちじゃないわ。すいません。こっちね。で、切りガラス。これはその切りガラス。構えた状態で攻撃を受けると、霧のように瞬時に火器へ移動する。捕まえたと思っても羽が残るばかり。それが霧ガラスである。構えを取って攻撃を受けると、ヘルスティックの方向に瞬時に移動する。ただこれなかなかに使いどころ難しいね。瞬時に判断して切り替えて、で使っていかないといけない。構えていかないといけない。で、強化ギシュニング。これがですね、もうないかな。あ、お金か。爆竹バネ式。まあ、これは一旦いいや。よしよし。ではな。ありがとう。また、久しくらいなら貸してやろう。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、のろしか。忍びののろしを追って先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回赤裸でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。